セブン王高徳ロックハンギヨム、防弾少年団へのファン心を示す、僕のことを覚えていてほしい。1、写真イコール10アジアセブン王高徳ロックが、防弾少年団をロールモデルとして挙げた。7 o'clock no second Miniru Bamu. 菅8日午後、ソウル中区、チュング、ただまさろ NH アートホールで開催された。当日、セブン王高徳ロックは防弾少年団をロールモデルに挙げ、パフォーマンスをする際に見られるシナジーとエネルギーが膨大ではないか。防弾少年団をモチーフにして練習をたくさんした、と明らかにした。メンバーのハンギヨムは防弾少年団と特別な縁があると切り出し、以前、ガー、ルズグループダル、シャベットのダンサーとして活動したことがある。僕は当時、ジョーカーの扮装をしてダル、シャベットの先輩たちのステージに立ったが、その時期は防弾少年団の先輩たちが I need you の活動をしている時だった。ちょうど僕の知り合いがジミン先輩と友達だというので挨拶をしたことがある。僕のことを覚えていてほしいと話し、笑いをもたらした。さらに、僕たちが使っている練習室は、防弾少年団の先輩たちが一度練習したことがある場所だと言っていた。その機運が残っていてエネルギーをたくさんもらっている、とファン心を示した。